では次に質問させていただきたいんですけど、はい、児童文学作品の作家を志した理由がありましたら。まあそうですね、私ねちっちゃい時すごい内向的な女の子だったんですよ。もうおばあちゃん子 でなんかこうおままごとするのもなんかこう恥ずかしいようなほんばっかし読んでる暗い女の子だったんですね。なので友達とかあんまりいないっていう、まあ、今でいう陰キャラ、うん、そういう女の子で、だからすごくその物語に自分がこう救われた部分があったのね。お友達があんまりないから、うん、本の中の人とお友達だったのね。だからまあまあ、そういった経験をこのなんていうかな、心がちょっとこう救われる物語の中でこの自分の心がすごくこう明るく広々と広がっていく、まあ、そういう風な経験を今のねお子さんたちにもしていただけたらいいなっていうのがあって、うん、っていうのが一つと、あと大人のものが書けないから、うん、っていうか書きたい題材が、なんていうのかな、子供に興味があるのね。やっぱり物書き興味があるものじゃないと書けないので、まあ、大人の心情にも興味があるのはあるんだけど、やっぱりなんかちっちゃい時の自分の心情ってものすごく私覚えてるんですよ。なんかねすごくいつも不安でやるせなくって、まあ、楽しい時は楽しいんだけども、なんかこう大人になるのが怖いような、うん、そういう時期もあったし、そういうことをなんかとても覚えてるタイプなので、でなんかそういうことをやっぱり書いていきたいなっていうのがありますね。あとこれ結構その仲間の児童書作家に聞くとあるあるなんですけど、児童書作家って私みたいにちっちゃい時にあんまりこの幸せじゃなかったっていうか生きづらさを感じた人が多いんですよ。でその心理はね、子供の頃の私を救いに行かなくちゃっていうのがあるんですって。うん、そういう気持ちでなんかまあそういう無意識な潜在意識で児童書作家してるのかななんてことをね仲間内で話したことはあります。はい、ありがとうございます。じゃ次の質問なんですけど、はい、今までの作られた作品の中で、はい、子供たちにおすすめのしたい作品がございましたら聞かせよう。私の中、はい、私の作品の中ですか、はい、まあ、私なんかいろいろな、まあ、中学小学校中学年で高学年、そして中学生高校生と、まあ、いろんなものを書いてるので、まあ、年代によってねおすすめするものも違いますし、から皆さんの好みもあると思うし、本を勧めるってねすごく難しいんですよね。好みじゃない本絶対あるわけですよ、うん、でも自分とぴったりな本っていうのもね絶対あるんです。で自分にぴったりの本に出会って、わあいい本だって、なんかすごくもうぴったりくるぞっていう本に出会う幸せ、そういうものを見つけてほしいなって思うので、それは自分で探した方がいいと思うんです。で自分で探すにはどうしたらいいかっていうと、まあ図書の先生に聞くとかね、いろいろそういうまあ、今ネットもあるし情報収集できると思うんだけども、まあ、どんな方法でもいいので面白そうって思った本は片っ端からとにかく読む、うん、でもう全部読まなくていいんですよ。自分に合うかどうかは最初の方読んだら分かります。面白くないなと思ったらもうやめたらいいんですよ。それを面白いな、続けて読めそうっていうのをどんどん片っ端から読んだ方が自分の視野も広がるし、でなんか一つの分野に決めない方がいいと思うのね。いろんなものを読んで、いろんな分野のものを心にストックすると絶対ね視野の広い大人になれる。うん、だからこれならこれってミステリーしか読めないぞ、まあ、そういう読み方もあるんだけどね。それでミステリー作家とかなる人もいるので、まあ、そういう読み方もいいと思うんだけど、私のおすすめとしてはいろんなもの片っ端から読む。私はね、だからすごい本好きだったんだけど、だんだん子供の本に飽きてね、ちっちゃい時に飽きたのよ、子供の本に。で母親の本を、昔ね、私の母親だからもうおばあさんだけど、婦人雑誌っていうのを取ってて、でこう婦人雑誌を開けるとね、婦人の悩み相談とかってあるわけで、
仕事とうまくいかないがどうしたらいいかとかね、あの子供がちっとも言うことを聞いてくれませんが私の育て方が悪かったんでしょうか、ね、そういうのを貪るように読んだね、うん、面白いのそんなの、うん、それ子供の方にはないから、うん、前の読んでたことでずいぶんひねくれた子供だったとは思うけど、まあ、現代のその今のあの物を書くってことにはすごく役立ってると思う。ありがとうございます。ツイッターしてもらうんですけど、作家をする大変だった苦労をしたことがあれば教えていただきたいです。苦労といえば全部苦労なんですけどね、あれね、作家によってねその苦労の種類は違うんですよ。苦手分野とか苦手作業がまちまちなので、私はやっぱりね、一番苦労は物語立ち上げるところですね、うん、やっぱりこう何にもないじゃないですか、ゼロから立ち上げるんですよ。からあの登場人物、ストーリー、構成、そういった何にもないものをなんかもう空気中からつまみ出すようにしてあの書いて、で、まあ、主人公こういう子供です、でその子は何歳で血液型何かな、お父さんお母さんどんな人かなって、その人物像を私まず必死に作り込むんですけども、いない人を、まあ、あの勝手に作って口から出まかせ作ってるので、でもあの嘘っぽく見えてはダメなわけですね。そういったこの人を描くっていうか人物造形、人物を作っていくっていうあたりが一番しんどいですね。あともう一つしんどいのはあのまあ、できましたと言って、その書稿っていうんですけどね、初めて書いたもの、それをまあ編集者さんに渡すんですね。すると、まあ、大概の場合、まあ、1回で、あ、なかなかいいですね、これでいきましょうって言われることが、まあ、今までに2回ぐらいかな、うん、ほとんどは、いいんですが、ここがって言われるんですよ。あるいは、全然ダメですけれども、書き直せばまあ、あのなんとかならないこともないかなみたいなそういう感触のものを、まあ、書き直さなくちゃならないんですね。その書き直しがあの、まあ、編集さんが求めるものと私が書きたいことが食い違ったりとかですね、うん、そういうこともあるし、あとこんだけ書き直せば大丈夫だろうと思って出すとまだまだだったりするわけですよ。だから私書き直すときにはあの向こうが言ってることは全て満たした上でプラスアルファつけるようにしてるんですね。なんかあの向こうがこうしてほしいなって言ってその通り書いて出したってあんまりいい感触また戻ってこない。え、こんなこと僕言わなかったけどでもあ書いてくれたら良くなりましたねっていうところをこうプラスアルファで持ったらちょっとこういい方向に展開することが多いですね。でもあのなんか100求められてるのを120返すわけですよね。そこがすごいしんどいです、うん、ありがとうございます。作家をそれで自分でこうモットーとしていることがあれば聞いていただきたいです。モットーですか。私あの児童書作家なので、まあ、大人のを書いてる人とはちょっと違うかもしれないんですけれども、あのたとえベタと言われようとハッピーエンドは心がけてるんですね。というのは私が子どもの頃にあの、まあ、いろんなことを読み漁ったってことは今言ったんですけど、大人のものを読むとハッピーエンドじゃないものもあるんですね。子ども心にねそう読むとものすごくがっかりしたっていう記憶があるんです。で子どもはねまだその世の中の理不尽をそのまま結末として受け入れるほど成熟してないんです。で子供ってやっぱりこれから育っていくそういうあの人間なので、やっぱりこうねあのもやしだって育てたら明るい方に明るい方に向くでしょ、ね、そういうあの本能がね子供に私あると思ってるので、あの子供の心がこう明るい方に向いていってそっちを向いてあの、ね、広々とあこの世界に生まれてきてよかったねってね、そういうふうに思ってもらえるようなものを書いていきたいな、うん、だから、まあ、甘々のものを書くつもりはないんですよ。なんか世の中の人はみんないい人で、先生とかみんないい人で、お父さんお母さんもみんないい人だから言うことを聞いていれば大丈夫だとかね、そういうことを書くともう全然なくて、いろんな理不尽はまず書くんですけども、
そこからなんかこうちょっとだけでもあの明るいところは入れ込んで最後につなげていきたいっていうのが、まあ、モットーで言えばモットーですかね、うん、はい、ありがとうございます。